どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日、マリオットボンボイの、ね、ホテルステータスが更新されましたということで、今回はですね、このマリオットボンボイの、ね、ホテルステータスについてちょっとね解説させていただきたいと思います。先日本当に 2,3 日前にね、このマリオットボンボイホテルのねステータス更新があったんですけども、本来ね、マリオットボンボイのステータスは、更新自体が、毎年2月っていう風になっているんですけども、まあ、おそらくですけども、やっぱりねコロナウイルスのね影響で、おそらく、まあ、3月までねずれ込んでしまったっていう感じだと思うんですよね。皆さんね、2020年度のステータスどうなってますかね。 SPG アメックスをね持っている方は、まあ、無条件でねゴールドステータスになれるという風になっておりますし、プラチナチャレンジ等々してない方はね、まあ、変わってないと思うんですけども、まあ、これね結構ツイッターで騒がれたんですよね。というのもですね、この2018年に、まあ、SPG グループをですね、このマリオットホテルが、まあ、買収して、2019年マリオットボンボイグループにね、まあ、なったわけなんですよね。で、SPG アメックスをね保有している人はですね、まあゴールド会員ですよね。ですけども2018年ねマリオットホテルのゴールド会員、まあ、今はマリオットボンボイグループですね、当時のマリオットホテルのゴールド会員はですね、ラウンジ利用できましたし、朝食とかのサービスもあったんですよね。ということで、今のねプラチナステータスみたいなね、特典を受けれたんですよね。で、このマリオットボンボイにね、まあ、統合された2019年にステータスが変わった時にですね、まあ、本来 SPG アメックスを持っているだけの人はゴールドに、マリオットボンボイにね、まあ、移行したとしても、ゴールドになったはなるはずだったんですけども、これがね一部の人は、まあ、これ手違いなのかプロモーションなのかね、諸説あるんですけども、プラチナにねなった人もいるんですよね。まあ、私はね無事ゴールド会員に、ね、なったわけなんですけども、中にはプラチナステータスになった方もいらっしゃったりしたんですよね。で、まあ、さらにっていうわけじゃないんですけども、2018年の時にね今とはプラチナチャレンジの条件違かったんですよね。3ヶ月に、旧滞在で当時のねプラチナチャレンジが完了したんですよね。今は、3ヶ月以内に16泊っていうことでしたんで、ま、今はまあ連泊でも大丈夫なんですけども、当時はね、連泊ダメだったんですよね。ホテルを分ける必要があったんですよね。ですけども、この2018年にね、プラチナチャレンジをした方は2019年にねマリオットボンボイね統合されてステータス更新された時にプラチナのねもう一個上に行ったんですよね。チタンエリートに、ね、なったんですよね。だからこれ、まあ、全然これは分からなくして、まあ、このチタンエリートになった人たちもいたんですよね。で、この2020年ね、先日ステータス更新がありました時に、今までマリオットホテル、まあ旧マリオットホテルですね時代は、まあ、ソフトランディングと言いまして、まあ、チタンエリートまでのステータスだと翌年はねプラチナステータスっていう風に、ね、なってたんですよね前は。ですけども、このマリオットボンボイに統合されてこのソフトランディングっていうのはねなくなりまして、まあ、このソフトランディングっていうのは、まあ、一個ずつねステータスが落ちてことを言うんですけども、これがね落ちなくなったんですよね。っていうので一発でねチタンステータスのね人たちが、まあ、一気にねゴールドステータスにね落ちたんですよね。だからマリオットのねデスクの人とかもこれを分かってなかったみたいで、問い合わせた人とかもですね、ソフトランディングでね、まあチタンステータスの人は、まあ、翌年プラチナステータスになりますよみたいなね話も、マリオットのねデスクで、まあ、言われてる人もね実際いたみたいで、だからまあかなりツイッター上はね混乱したんですよね。ですけどもね、まあ、翌日、まあ、問い合わせたところですね、このエラーでも何でもなくてこのソフトランディングっていうのはもうなくなって、このステータスにね必要な宿泊をされてない方はもう一気にね、まあ、ゴールドステータスまで、まあ、落ちるっていう感じになったわけなんですよね。もちろんこれはSPG アメックスをね持っていたから
ゴールドステータスに落ちたわけなんですけども、これ持ってなかったらさらに下のね、あのステータスに落ちるっていう風になったわけなんですよね。まあね、今回このマリオットボーモルね、ステータス更新でプラチナステータス以上のね会員の方がまあかなり減ったんですよね。っていうので、まあ、今後ね、まあ、今ってラウンジ、まあ、朝食会場もそうなんですけども、まあ、かなりね混雑しているっていう風になってるんですよね。でまあこれ本来ね、あのプラチナチャレンジとかではなく、本当にホテルが好きでね、宿泊してて、まあ、ステータスを持っている人たちから、まあ、クレームがあったりなかったりねみたいな話もねちょっと聞いておりますんで、まあ、これからね、まあ、少しはね緩和されるのかなっていう感じなんですよね。次にですね、このステータスで、SP ジャーメックスをね、まあ、保有している方もまあ多いと思うんですけども、プラチナチャレンジをね、まあ、今狙ってる、まあ、考えてるって方はですね、あのプラチナチャレンジって基本的にマリオットボンボイのデスクに、まあ、プラチナチャレンジしますみたいな感じでね、まあ、宣言をするんですけども、その時にですね条件を確実に確認するようにしてくださいね。というのも、どうやらですね、またこれはマリオットボンボイの、ね、デスクで問い合わせた方がねいらっしゃったみたいで、プラチナチャレンジっていうのは、まあ、2018年マリオットボンボイになる前の時にね、プラチナチャレンジ2018年とか、ね、そこら辺でした方はですね、マリオットボンボイに、ね、統合された後ももう一回プラチナチャレンジができますっていう話だったんですけども、ですんで、まあ、2回、統合前と統合後、まあ、1回ずつできるっていう話だったんですけども、どうやらこれがですね、まあ、もちろん前後で両方できるんですけども、あの3年に一度っていうねいうデスクの話もねこれまた出てきたわけなんですよね。マリオットボンボイね統合後はもう人生1回だけですよっていう話でね、今のところずっと来てたんですけども、また新しい情報でね3年に一度プラチナチャレンジができるっていう話もねありましたんで、まあ、今後ねプラチナチャレンジね、検討されている方はちょっとねデスクの方にね確実に宣言する際にね聞いてくださいね。っていうのもこのマリオット のデスクもですね、ちょっと情報が錯綜してるとちょっとね間違った情報もね結構来たりしますんで、確実にねチェックするようにしてくださいね。いかがだったでしょうか。今回はですねマリオットボンボイの、ステータス更新についてね、話していただきましたけども、今現在ね、ダブルエリートナイトクレジットっていうね、まあ、1泊で本来1泊の、宿泊実績がつくところ2泊っていうのがね出ておりますよね。こちら限定のプロモーションなんですけども、コロナウイルスの関係でですね、かなりホテルの価格ね下がってきてるんですよね。でちょっと今週末はね、東京都、まあ、不要不急のね外出控えてくださいっていう話もありましたんで、まあ、すぐに利用っていうわけではないんですけども、かなり価格下がってきてますんで、ちょっとタイミングのいい時にね、ぜひねもうプラチナチャレンジねもう一度知ってしまった人とかはね、このエリートナイトクレジットでね、プラチナ以上のねステータス狙っていただくのもいいと思いますし、簡単にねホテル調べさせていただいたんですけども、4月のねもう土日からですねかなり値段下がってるんですよね。シェラトン横浜ベイホテル&タワーズ、こちらね9000円前後で、軽井沢マリオットホテル、1万3000円前後、名古屋マリオットアソシアホテル1万4000円前後、琵琶湖マリオットホテル1万2000円前後、シェラトン、都ホテル大阪1万円前後っていうことで、結構ね考えられないぐらいのね値段下がってきてますんで、こちらねマリオットホテル自体も今日本はねまだその閉鎖みたいなところまで行ってませんけども、まあ、世界中ね閉鎖してるところばかりじゃないですか。でホテル業界もねかなりね経営厳しいと思いますんで、利用できるのであればね、まあ、応援する意味でもね宿泊してみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。